2023年6月初旬にウクライナ軍が、自国を踏みにじり占拠し続けるロシア軍に対して反転攻勢に出てから3ヶ月が経過したね。そんな中、南部ザポリージャ州のオレホボから南のトクマクを奪還して、アゾフ海に近いメリトポリ奪還を目指す攻撃軸において大きな進展を見せている状況が伝えられているぜ。うんうん。さて今回はウクライナの命運を握るトクマク攻防戦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍は現在、このメリトポリを奪還してロシア本土とヘルソン州南部及びクリミア半島との間の補給路を遮断して、ヘルソン州とクリミア半島に展開しているロシア軍部隊への補給を立ち孤立させることを狙った攻撃軸を主体として、その他にも各地でロシア軍との戦闘を展開しており、具体的には、昨年からの激戦が続く東部ドンバス地方ドネツク州バフムートの奪還、あるいは同じドネツク州の南部を流れるモクリアリー川沿いに海軍歩兵4個旅団を投入して、アゾフ海の港湾都市マリウポリやその近くにあるヘルソン州ペルジャンシクの奪還を狙う攻撃軸を同時に展開させている上に、ロシア軍が攻勢に出ていることが伝えられている東部ルハンシク州のクレミンナやクピャンスク周辺の戦線や、ヘルソン州の州都ヘルソン付近でのドニプロ川渡河作戦など、戦線全体が約 700km にも及ぶとされ、ウクライナは国家の存亡をかけて大国ロシアとの総力戦を展開しているよ。この状況について、反転攻勢作戦の主体であるザポリージャ州の戦いはこの先の戦況を左右する重要な攻撃軸であるとして、日本の軍事評論家などの中には戦国時代に例えて、日本中が東西に分かれて総力戦となった関ヶ原の戦いに似ているとの見方をする者もいるみたい。しかし、インターネット上では、ウクライナ軍にもロシア軍にとっても確かに重要な戦いではあるものの、関ヶ原の戦いとは違うとしてこの意見に異を唱える声が多く上がっており、関ヶ原は豊臣政権の復活を目指す石田三成の西軍と、天下を狙う徳川家康の東軍との間で、どちらも負ければ滅びるとして後のことを考えない総力戦であったが、このザポリージャ州の戦いにおいてウクライナ軍はたとえ目標を果たせなかったとしても滅びるまでには至らず、ロシア軍もまた撤退したところでこれまでの占領地を失うだけで、どちらも国家の存亡をかけているわけでもなく、その重みが全く違うとする声が多いな。ただいずれにしてもウクライナ軍としてはこの先、雨季を迎えて道などがぬかるんで戦車などの装甲戦闘車の移動が困難となる前に、アゾフ海まで進出するために残された期間は2ヶ月もないとされており、ザポリージャ州の攻撃軸においてはメリトポリまでの進出が無理だったとしても、鉄道の要衝でメリトポリに通じるトクマクを奪還しておくことが、今後の作戦展開においては重要であることは間違いないぜ。ザポリージャ州の戦線における最新情報では、ロボティネの南にあるノボプロコピフカの北東郊外にウクライナ軍が迫っていることを示す動画や、西にあるベルベイブに向けてもウクライナ軍が前進している動画などが SNS などに上げられていて、ロシア軍がトクマク防衛のために構築した30の防衛ラインのうちの第2防衛ラインを少しずつ侵食しているものとみられているね。ウクライナ側の見立てでは、この30の防衛ラインの防御におけるロシア軍の戦力配置は第1防衛ラインにその 60% を割き、残り2つの防衛ラインには 20% ずつを配置しているとされ、ロシア軍が最重視していた第1防衛ラインを突破したことで、ウクライナ軍の進撃速度が早まる可能性が高いと見られていたが、実際に第1防衛ラインを突破したウクライナ軍は、これまでにない速さで非占領地を奪還していて、見立てが間違っていなかったことを証明したよ。他、さらにウクライナ軍は10日アウディーウカ方面のオプトネの一部を制圧したと発表したんだ。アウディーウカはドネツク州の州都ドネツクの北にあるアウディーウカとドネツクとの間にあるオプトネに攻勢をかけていると見られていて、これが他の戦線を有利に導くための陽動作戦なのか、それとも本気で州都ドネツクの奪還まで狙っているのかは不明だけど、ロシア軍にとっては非常に気になる厄介な情報なのではないかと見られているね。ロシア軍はドネツク州や他の地域におけるウクライナ軍の動きも視野に入れながら、
ザポリージャ州の戦線を死守するためにロボティネの攻防戦に空挺部隊を投入したことが、アメリカのシンクタンク戦争研究所などによって報告されているよ。このザポリージャ州に投入されたロシア軍空挺部隊とは、第76新鋭空挺師団とみられ、ロシア北西部にあるプスコフ州の州都プスコフ区に本拠を構えるこの師団は、ロシア軍によるウクライナ侵略戦争以前からロシア軍地上部隊の中でも極めて盛況とされている空挺軍において、特に精鋭とみなされていた部隊だね。ロシア軍がウクライナへの侵略を開始した2022年2月24日から、これまでの1年半の戦争期間のほとんどにおいて最前線に配置されており、侵略戦争開始時から数週間はウクライナの首都キーウ攻略を目指す軍団に配属され、キーウ周辺での戦闘に参加しキーウ近郊のブチャで発生したウクライナ市民虐殺に関与したことが伝えられているな。ロシア軍がキーウ占領を諦めてウクライナ中北部から撤退した後は、東部ドンバス地方の戦線に投入され、2022年8月にはウクライナ軍による反転攻勢作戦を阻止するためとして、南部ヘルソン州のドニプロ川西岸地域防衛のために移動するなど、ウクライナ各地を転戦していたぜ。ヘルソン州では、ウクライナ軍による州都ヘルソン市を含むドニプロ川西岸地域の奪還解放を阻止できなかったものの、ただ退却するだけだった他のロシア正規軍部隊とは違いウクライナ軍に大きな損害を与えたとされていて、それらの戦いぶりからも精鋭との評価が与えられていたよね。そして、今年の1月には、ロシア軍が攻勢に出ていることが伝えられている。ウクライナ東部ドンバス地方のルハンシク州西部のクレミンナ方面に配置されているのが確認されており、6月にはドネツク州のバフムートから撤退するロシアの民間軍事会社ワグネル戦闘部隊と交代でバフムートに配置されるなどしていたんだ。ロシア軍首脳部の信頼が厚い部隊であったがために、これら激戦地を転戦しており部隊としてはかなり疲弊していたものと見られていたけど、ルハンシク州の後方に配置されたことで数字上では戦力が回復しているとの見方もあるみたい。ただし、もしこれまでに削られていた戦力が戻っているのだとしたら、これまで実戦経歴などからウクライナ軍にとって第76新鋭空挺師団の投入は大きな障害となるとの見方が出ている一方で、補充された兵が昨年秋に動員された予備役兵士である可能性が高く、その場合は指揮トレンドに不安があることや、同じく補充されたと見られる装備が旧式の戦車や装甲車などである可能性も高いとの見方もあり、精鋭師団とは言い切れないとの指摘もあるぜ。いずれにしてもこのザポリージャの戦線では、西側諸国から供与された新型の戦車や歩兵戦闘車などを配備されて訓練を重ねてきた。第82空中強襲旅団と第46空中強襲旅団を中心戦力とするウクライナ軍と、援軍として派遣されたロシア空挺軍第76新鋭空挺師団を中心とするロシア軍との間において、決戦の様相を呈しており、どちらも盛況として温存してきた予備戦力を投入しての激しい戦いが展開されているのであるが、ロシア側にはこの決戦について分が悪いと見ているかのような動きがあるからな。ウクライナ側のメリトポリ市長として、侵攻してきたロシア軍に拘束された後に捕虜交換で釈放され、現在は同市から退避しているフェドロフ市長が地元住民からの情報として、トクマクからロシア側の当局者らが脱出を始めたと SNS で報告していて、ロシア側ではいずれウクライナ軍にトクマクを奪還されると見越しているのではないかとの見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。